これから N2 の懲戒試験を始めます。問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。1番。駅で女の人と駅員が話しています。女の人はこれからどうしますか？すみません、電車が動いていないみたいなんですが、いつ動きますか？大変申し訳ありません。現在事故のため全ての上り列車の運転を見合わせております。運転再開はまだわかりません。困ったな。10時までに京都に行かなくちゃいけないんです。京都でしたらバスで3つ先の駅まで行って、そこから地下鉄に乗り換えていくことができます。でもちょっと遠回りになるし、10時までに間に合いそうにないな。あるいは市役所まで歩いて行って別の線を利用されるのはいかがでしょうか。市役所まで徒歩で10分くらいかかりますが、市役所の前に駅がありますし、京都まで乗り換えの必要はありません。時間に間に合いますか？そうですね、今からなら大丈夫だと思います。女の人はこれからどうしますか？2番。女の人と男の人が話しています。一人いくら払いますか？ねえ、この旅行サイト見て。何何？今人気の温泉旅館が一泊二日食事付きでたったの10,000円だって？安いと思わない？さらに一人3,000円払えば部屋から海が見える部屋に変更できるんだって。こんな素敵な部屋に泊まってみたいな。へえ、綺麗な部屋だね。でも僕は海が見える部屋よりも食事の内容が豪華な方がいいな。例えばステーキとか。もしステーキを追加するんだったらプラス一人5,000円だって。ちょっと高いよ。ステーキじゃなくてお寿司だったら1,500円払うだけでいいみたい。確かにお寿司の方が安いけど、でもせっかくだから二人の希望を叶えようよ。うん、そうしよう。一人いくら払いますか？3番。お店で女の人と男の人が話しています。男の人はいくら払いますか？いらっしゃいませ。何かお探しですか？仕事に使うネクタイがいくつか欲しいんですが。ネクタイコーナーはこちらです。昨日からセールが始まりまして、赤い値札がついているネクタイは、すべて1本1,000円です。へえ。このネクタイも1,000円ですか？いいえ、そちらは1本4,000円です。ただ、同じコーナーのネクタイを2本以上お買い上げいただくと、レジで半額になります。2本買ったら8,000円の半額か。じゃあ、このネクタイを2本もらおうかな。あと、赤い値札のネクタイも一つ。ありがとうございます。男の人はいくら払いますか？
問題2。問題2では、まず質問を聞いてください。その後、問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。1番。男の人と女の人が旅行について話しています。女の人は旅行についてどのように考えていますか？この前、旅行に行くって言ってたけど、どこに行ったの？沖縄だよ。2泊3日だけ。でも、できればあと2、3泊したかったな。いいなぁ。でも、そんなに長く泊まって、一体何をするの？いつも家にいる時と変わらないよ。本を読んだり、花の写真を撮ったり。それなら、わざわざ沖縄に行かなくてもいいじゃないか。旅行だったら、有名な観光地とか、買い物を楽しまなきゃもったいないよ。別にいいじゃない。有名な場所やお店は、観光客が多くてゆっくりできないわよ。買い物だって、特に欲しいものはないし。いまいち旅行って感じがしないんだよな。旅費だって安くないのに。お金の問題じゃないの。毎日満員電車に乗って、遅くまで仕事してクタクタなんだから、特別なことは何もしないで、のんびりすることが最高の贅沢なのよ。女の人は旅行についてどのように考えていますか？2番。男の人と女の人が話しています。男の人は食べに行った料理についてどう思っていますか？この前、友達と辛い食べ物が多いお店に行ったんだけどさ、友達の一人が辛いものが苦手な上に、匂いもちょっとって言って、あんまり食べられなかったんだよね。確かに、辛すぎる料理が苦手な人って結構いるからね。そうなんだよね。どの料理も美味しかったのに、食べられないなんて正直残念だなって思うよ。私も匂いが強い食べ物は苦手かな。味がわからなくなっちゃう。僕も最初は匂いが強い食べ物は苦手だったんだけど、何回か食べてみると慣れてきて、どんどん美味しく感じるんだよ。本当に？独特な匂いが癖になるんだよね。今度一緒に行こうよ。男の人は食べに行った料理についてどう思っていますか？3番。姉と弟がパーティーの計画について話しています。弟はパーティーをどのようにしたいと考えていますか？
お母さんの誕生日パーティーどうする？レストランを予約してそこで家族みんなで食事しようよ。でもさ、私たちが料理を作ってパーティーしたらお母さんすごく喜ぶと思うんだ。確かにそうだけど、料理は誰が作るの？僕料理なんてできないよ。二人でレシピを見ながら作ればできるよ。今はインターネットにたくさんレシピが載ってるし。そんなことしてたらお母さんに気づかれちゃうじゃないか。僕は内緒で準備してびっくりさせたいんだよね。じゃあ料理もケーキもお店に頼むのはどう？お店まで取りに行ってお皿に移し替えるの。それだったらそんなに時間はかからないんじゃない？うん、いいアイデアだね。弟はパーティーをどのようにしたいと考えていますか？問題3では問題用紙に何も印刷されていません。この問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。では始めます。1番、教育の専門家がインタビューに答えています。最近小学生、中学生がダイエットしなきゃと話しているのをよく耳にします。しかし小中学生は体がまだ十分発達していません。この時期に食事を抜いたり、野菜しか食べなかったりするなどの間違ったダイエットをすれば、筋肉や骨の成長に障害が出る恐れがあります。もしダイエットが必要なら、早寝早起きを心がけてください。夜更かしをせず、朝早く起きて決まった時間に食事をとることが大切です。お昼近くまで寝ている人や夜遅くまでダラダラ起きている人は絶対にダイエットなんて成功しません。それだけで体重は自然に減って、大人になった時太りにくい体になってダイエットなんて必要なくなりますよ。教育の専門家はダイエットについてどのような意見を言っていますか？1、子供でも太りすぎの場合はダイエットした方がいい。2、野菜ばかり食べればダイエットができる。3、規則正しい生活を送ることが大切だ。4、大人になってからダイエットするべきだ。医者がインタビューに答えています。誰もが毎日の生活の中でストレスを感じていると思います。ストレスが溜まり続けると心にも体にも悪い影響を及ぼしかねません。ストレスはゼロにすることは難しいですが、溜まったストレスを解消することはできます。最も手軽にできることはストレッチです。ずっと椅子に座ってばかりだと体が硬くなり血の巡りも悪くなります。椅子に座ったまま手や足を伸ばして大きく息を吸うだけでもリラックス効果があります。また気分転換のためにトイレに立つこともおすすめです。トイレに行く気はなくても席を立って歩くことが心にも体にもいい効果を与えます。
健康でいるためにできるだけストレスをため込まないようにしましょう。うん。医者は何の話をしていますか？1、ストレスを解消する方法。2、ストレスがたまる原因。3、ストレッチの方法。4、体の疲れを取る方法。問題4。問題4では問題用紙に何も印刷されていません。まず文を聞いてください。それからそれに対する返事を聞いて1から3の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。1番、電車が遅れていて約束した時間には着かないかもしれない。1、じゃあどこかで時間を潰しているよ。2、彼にとっては何でもないことだよ。3、あいにく時計がなくてわからないんだ。いけないことが山のようにあるわ。1、もうすぐ始まるよ。2、大変だね。3、僕も好きなんだ。3番、ちょっと前を失礼します。1、それはいまいちですね。2、あ、どうぞどうぞ。3、もう少し時間がかかると思います。旅行が楽しみで夜なかなか寝られなかったよ。1、へえ、わざわざそんなことしたの。2、きっとたまたまじゃない。3、昨日からワクワクしてたもんね。6番、お手数ですがこちらにサインを頂戴できますか？1、大人4人、子供2人です。2、3000円が半額になります。3、この欄でいいですか？
問題5では長めの話を聞きます。メモを取っても構いません。1番2番問題用紙に何も印刷されていません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。1番会社で男の人と女の人が話しています。林さん、あさっての出張についてですが、出張先までどうやって行きますか？ちょうどよかった。僕も今、交通手段をどうしようか考えていたところだったんだ。いつもだったら飛行機で行くんだけど、大型の台風が接近しているでしょ？天気予報によると、ちょうどあさってあたりに日本に上陸するみたいなんだ。そうなると、飛行機は飛ばなくなる可能性があるから、新幹線の方がいいかな。新幹線だと2回乗り換えないといけませんね。荷物も結構多いし、大変じゃないですか？そうなんだよね。2回も乗り換えがあると、新幹線の中でゆっくりできないし、面倒くさいんだよね。しかも新幹線の駅から出張先が遠いのも問題なんだよ。確か、出張先の会社は海の近くでしたよね。それなら、フェリーはどうでしょうか？フェリーだったら、夜に出発して次の日の朝に目的の港に着きます。夜はフェリーの中でゆっくり寝られますよ。フェリーか。確かにフェリーの案はいいけど、台風が来たらフェリーも欠航する可能性があるよね。確かにそうですね。ああ、台風が接近しているので出張もなしってならないかな。そうやって社長にお願いしたらどうですか？冗談だよ。仕方ないけど、今回は確実に出張先に行ける方法で行くか。男の人はどうすると言っていますか？1飛行機で行く。2新幹線で行く。3フェリーで行く。4出張に行かない。うん。2番テレビでアナウンサーが話しています。最近定年退職を迎えた世代で、アジアの国に移住し、老後の生活を送る人が急増しています。アジアのある国では、定年退職後に移住する人のために、マンションが建設されています。そのマンションには、プールやバーだけでなく、日本の食材が買えるスーパーや、日本食レストラン、さらに、日本語ができるスタッフがいる病院まであるそうです。ねえ、このニュースどう思う？お父さんもあと数年で定年退職じゃない。どうしてわざわざ慣れない海外に移り住むわけ？退職後だと働いていた時と違って収入が限られるじゃない。日本より物価が安い国に行けば少ないお金でも暮らしやすいらしいよ。でも、いくら経済的に暮らしやすいからといっても、周りに友達がいないなんて寂しいよ。マンションに住んでいるのはほとんど日本人なんだから、すぐ友達ができるわよ。日本語が使えて、スーパーやレストランもあるなんて便利よね。街には日本人だらけで、スーパーに行けば日本の食材を買って和食を作って食べるんだろ？あんなんじゃ海外に行ったのに日本にいるのと変わらないじゃないか。
そうだけど、いざという時に日本語が使えたり、慣れ親しんだ日本の食べ物があると安心じゃない？その意見はわかるよ。確かに日本にいるよりも刺激的な毎日が送れるだろうね。でもやっぱり僕はごめんだね。慣れた環境で自由に生活する。それが一番理想的だよ。男の人は定年退職後に海外に移住することについてどう思っていますか？1. 物価が安い国に行く方が良い。2. 遊びながら生活を送りたい。3. 日本と同じように生活したい。4. 海外に住むよりも日本で生活したい。これで懲戒試験を終わります。車庫場まで歩いていこう。役所、市役所。解消。
激まと刺激的あり定年退職迎えたご退移住老後建設